こっか。やっ、私の番だな。はっ、いくよー、とりゃ、うん、任せて。崩れた、やりー、これで終わり。向かうところ敵なーし。うん、一気に進もう。難敵だな。心してかかるとしよう。危険だから注意してかかろう。まくすい、まい、せい、行くぞ。はっ、はーい、えい、チャンス、いただき、うん、すい、マイマイタ、私の番だ。やっ、任せるがいい。僕の番だね。あいよ、チャンス、やりー、うん、任せた。崩れた、俺の番だな。よし、これで大丈夫だ。
ごめんと。上よ。グリアノス。クロチルダさんか。そんな怖い顔をしないでちょうだい。せっかくあなたたちの手間を省いてあげたっていうのに。私とあなたたちの仲でしょ。ザレ事を今さらそんな冗談が通用するとでも。ユミルでエリゼたちをさらったけ忘れてはいないぞ。ふん、随分と嫌われちゃったわね。姉さん、どうしてここに。この地のことは私だって知らなかったのに。私は正真正銘の魔女だからこそ、私は何でも知っているのよ。半人前のあなたとは違ってね。この場所についても知り尽くしているみたいね。あなたやオサ以上にね。そうね、エマ、せっかくだから教えてあげるわ。私たちヘクセンブリードに課せられた真の役目を。なんだこれは。目くらまし。いえ、違います。これ何かが流れ込んでくる。今見えたろ。以前にも精霊窟で見た記憶。今回は私にも見えたが、あの金髪の娘はやはり私たちにまで。姉さん、一体何をしたの。ちょっとしたサービスみたいなものよ。本来ハイノライザーであるリーン君にしか見えないものを無理やり見せてあげたの。250年前の獅子戦役、その裏に隠された真実の記憶をね。獅子戦役の真実。じゃあやっぱり今の記憶は。ええ、獅子神皇帝ドライケルス・ライゼ・アルノール、そして槍の聖女リアンヌ・サンドロット、彼らはあの獅子戦役を鬼神と共に駆け抜けた。そして他の大いなる力との争いに巻き込まれていったのよ。ちょうどリーン君とクローンがそうであるようにね。あの獅子戦役の裏で鬼神同士の戦いが。バカな、そんな話は聞いたことがない。いえ、おばあちゃん、オサに聞いたことがあります。まさか。あなたにもやっと分かってきたみたいね。大いなる力のかけら同士は運命に引き合わされ争う宿命。この帝国では激動の時代、幾度も同じことが繰り返されてきたわ。そしてその真実はやがて人々の記憶から消え去る。そう、仕組み。待ってくれ、さすがに理解が追いつかない。ちょっと理解するのは難しいかもしれないわね。でも仕方がないわ、この世界はそういう風にできているのだから。まさかピーター、
魔女の真の役目というのは。そう、その巨大な仕組みと流れの一端を担い、それこそが私たち魔女の本来の役目というわけ。新米魔女と使い魔には初耳でしょうけどね。ババ様もあなたには負担をかけるまいと黙っていたんでしょうけど、使命の本質も知らないまま使命のために生きてきた私の可愛い可愛い妹。なんてかわいそうな子かしらね。聞いてた以上のサドっぷりね。前を向くんだ委員長。真実から顔を背ける必要なんてない。リン、あれ、俺も時々自分の真実を知るのが怖いと思う時がある。それを知ったら今まで通りの俺でいられない気がするから。でもそれでも絶対に信じられることがある。7組のみんななら、一緒に過ごした仲間なら、どんな俺でも絶対に受け入れてくれるってことを。情報局の僕まで仲間にしちゃうような変なクラスだしね。うん、私も良平だったことを受け入れてもらったし。その通りだ。顔を上げるがよい、エマ。いかなることがあっても我らはそなたと共にあろう。リンさん、皆さん、ビータ姉さん、今私はようやく自分の気持ちに気づけたわ。え？士官学院に入ったのはあくまで魔女としての使命を果たすためだった。導きに従い、幼い頃から使命のためだけに生きてきた。そうけど今はそうじゃない。こうして巡り会えたみんなと共に自分だけの道を歩いていきたい。そう心の底から願っている。エマ、いい短歌じゃない。それでこそ俺たち7組の委員長だ。なるほどね。どうやら士官学院は思っていた以上にあなたを成長させていたみたいね。姉さん、いいわ。久しぶりに稽古をつけてあげましょう。あなたが魔女としてどれだけ成長しているか存分に見せてみなさい。踊れ踊れ、かわいい小鳥。主の仇を眼に捕らえ、爪を立てて牙を向け。なんだ、グリアモス、まずい、離れなさい。巨大化しただと。刺激する使い魔に膨大なマナを注ぎ込むサバントバルス、おそらく幻獣を上回るほどの力を与えられています。見せてみなさい、エマ。その意志に見合う力をあなたが持っているかどうかを。皆さん、どうか私に。分かった、任せるがよい。相手にとって不足はない。行くぞ。行くぞ。オーバーザックス。
プレゼントシェル。行くぞ。やっ。僕の番だね。これ、カーズ、スキューリ。私の番だな。
行こっか。行きます。行くぞ。アークス駆動。はい、ドリア崩したよ。いただき、察知します。ありがとう。よっ、私の番だね。スイッ、よっ。ダメ、このままじゃ。よっ、マイ、行くぞ。オーバーサイズ。一気に行くぞ。アリサ、はい、月よ、最悪を知り解けよ。マイ、さあ一気に行くぞ。了解しました。すみません。私の番だ。行くよ。行くぞ。はっ、今だ。みんな一気に切れるぞ。はい、よ、了解。はっ、よっ、はっ、よっ、ドリア。任せて。はっ、よっ。さあ一気に行くぞ。ありがとう。行こっか。スイッチャンス、やり、行きます。月よ、最悪を退け、クレセントシェル。私の番だね。たまよ、崩れた。やり、行くぞ。さあ一気に行くぞ。了解しました。僕の番だね。俺の番だな。せい、私の番ですね。月よ、最悪を退け、クレセントシェル。私の番だね。はい。
今です。シアリ、僕の番だね。わかった。カッカッ、行こっか。シッ、私の番ですね。俺の番だな。アークス駆動。やっ。やっ。私の番。シ。一気に行くぞ。ラジャー、了解しました。うん、任せて。シー、チャンス、やりー。すみません。行きます。月よ、最悪を退け。いくよー、ドリャー。まっつい、崩れた、やりー。俺の番だな。さあ、私の番だね。僕の番だね。ドリャー、行きます。月よ、行くぞ。カッ。すみません。私の番だな。危険度低下。やれやれだね。よし、掴んだ。うん、悪くない出来だ。へへへ、やったね、やったね。やったわね。倒したのか。手応えはあったようだが。なるほど、どうやら言うだけのことはあるみたいね。うん、だいぶヨロヨロみたいだけど。ふっ、グリアヌスもしぶといわね。まだやるってんじゃないでしょうね。残念だけど、この辺りが潮時でしょうね。グリアヌスもあまりこき使っちゃかわいそうだし。姉さん、エマ
あなたの決意は見せてもらったわ。でも分かっているわね。意志は貫き通せなければ全くの無意味ということくらいは。ええ、分かってる。私もこの内戦を通して自分の道を見つけてみせる。そして姉さんを絶対に止めてみせるから。無駄だと思うけど、せいぜい頑張ってみなさい。最後の宝はこのまま差し上げましょう。それでは炎の祝祭日で。
か強そうだね。敵集団こそ私の番だね。撤退だ。始めましょうか。任せてくれ。任せてちょうだい。任せてくれ。アークス駆動。すまない。助かる。チャージする。ありがとう。任せてくれ。そこだ。ここだ。もらった。僕の番だな。頑張って。すまない。助かる。任せてちょうだい。アークス駆動。すまない。助かる。任せてくれ。任せてちょうだい。僕の番だな。崩れた。アイサ、行くぞ。分かった。
助かる。チャージする。ありがとう。私の番ね。任せてくれ。ここだ。もらった。私の番ね。行くわよ。チャージする。ありがとう。僕の番だな。任せてちょうだい。アークス駆動。チャージする。ありがとう。ざっとこんなもんね。難敵だな。心してかかるとしよう。任せるがよい。行こっか。